映画の好みが、まあ、いつも、この番組出てもらってますね、アンタッチャブルの山崎くんとか、あと、クリームシチューの有田くんとかと、割とまあ、よく遊んでもらったりしてるんですけど、んで、まあ、食べ物の好みが合わないよね。なんかね、もうね、もう34ですから、ちょっと微妙な食べ物とかも食べるお年頃ですよ。こうな、例えば、もう肉より魚が好きになるとか、ね、それから気がついたら、成人用紙おむつの中に誰かがうんこを入れているっていう、そういうもう年ですよ、34っていうのはね。で、こう、ご飯食べ行こうよって言っても、なんかこう、ちょっと、例えば、お寿司だと意外に、こう、今までは、トロトロ言ってたのにもかかわらず、ちょっと小肌が好きになってたりとか、もしくは親方が好きになってたりとか、そういう年なんですよ。年なんですけど、相変わらず、その、山のボキャブラリーの中には、ハンバーグですよ。ハンバーグかラーメン、ハンバーグラーメンなんですよ。もうラーメンが絶滅したらどうしようっていう、ラーメンの乱獲でね、もしラーメンの数が下がるようなことがあったらどうしようっていうぐらい、ハンバーグラーメン。だってね、一緒に、あれに行った時も、海外旅行に行った時も、ね、一応うち神さん連れてますから、神さんなんかにしてみると、なんかこう、ガイドブックとか見て、まあ、俺、炒め飯とかも好きなんだけど、こうなんか、そういうのがあるから、ちょっと海外のすごい、そういうの食べ行きたいとか言うじゃないですか。でも多分ね、有田くんはまだしも、アンタッチャブルの山崎は、向こう行ったら全部ハンバーグ食ってますからね。まあ、ずーっとハンバーグ食ってますからね。で、複雑な味のもダメなんですよ。ちょっと、シャンツァイっていうの。ちょっと香りのする香草、ああいうのとか、あと、みょうがとかネギの類ね、ああいう薬味の類ダメ。で、シソなんていうのは、なんで葉っぱを食ってるんだと、みんなそういう感じなんですよ。で、あいつの、この食べ物社会の中には、ハンバーグ、マヨネーズね、ラーメン、それと、卵焼き、あと、フライドポテト、ね、ぐらいしかないんですよ。んで、その、食べ物の好みもそうなんですけど、映画の好みが合わなくても、ドストレート好きですから、特にアンタッチャブルの山のドストレート好きは、まあ、あれですよ。もう、風切りがいっぱい並んでて、例えば最近で言えば、映画暇だからちょっと映画見に行く、みたいな話をしながら、ね、でいて、なんかあれだよねって、日頃、こう、見ないようなやつ見るといいなと思ったやつ誘って、何見るって言ったらもう僕は何見るのルーに被ってスパイダーマンですよ。スパイダーマンがいいかどうか別ですけども、スパイダーマンの放ってる匂いに関して、もう嗅ぎ分けてる。なんていうか、すごくストレートな匂いを。僕なんかはやっぱりなんつったらいいのかな、ちょっとこう、ひねったね、こうユーモアとウィットに飛んで、で、こう、なんかストレートとかも、こう、ちょっと、ともすればひねりすぎるんじゃないの、また、こう、単純な何事も起こらないようなストーリーの奥に、なんかその国の、こう、社会性だとか文化が見えてくる、ランボーとかね、モンスターズインクね、バカがタンクでやってくるね、それがブルースリー、そういうあたりがまあ好みになるわけですけど、で中でまあまあ、俺はどっちでも見る派なんですよ、どっちでも見る派なんですけど、中でもうその絶対合わないのがデビッド・リンチ、もう僕はね、デビッド・リンチが大好きなんですよ。で、確かね、ツインピークスの映画版とかデビッド・リンチやってるんですけど、大不評なんですよ、確か。かなり大不評だったんですけど、僕だけは応援ですよ。ファンレターを書きたいぐらい応援で。で、また、もう、その、確かに意味がわかんないことは多いし、伊集院君、面白いって言うけども、じゃあ、シーンにちょっとだけ出てきた、よくわからない変な格好した女の人は、どんな意味があるのって言われたら僕はわかりません。けど、なんかすごいのは、わかんないのにもかかわらず、嫌なもん見た感じがするっていう。ツインピークスの映画版一回見てくださいよ、みんな。僕、ツインピークスの本編を、デビッド・リンチが途中で降りちゃったからも見てないんですけど、映画版ね、はっきり言ってね、意味わかんないんですけど、なんか女の人がいて、で、なんだかんだなってるんですよね。で、最終的には大変なことになってくるんですけど、で、それを見てても、ストーリーがうまく説明できることはありえないんですけど、だすっごいなと思うのは、そこまでわかんねえのに、うわ、この女の人、その車乗ったら、ひどい目に遭うとかわかんない。なんかね、気持ち悪い、後味の悪い夢を見た感じっていう、夢の中の出来事って、
なんかわかんないけど、今から俺は高校に行くことになってて、で、高校に行くと中学校の友達も、それからその番組のスタッフもみんないるのに何の違和感も持たないで、あ、そういえば今日は、そんな前のストーリーがないの、いきなり始まってるのに、そういえば先生にひよこを持ってこいって言われてたのに忘れちゃったからどうしようと思ったら、ポケットの中で、なんかこう、卵の感触がするからよかったよかったみたいなのが、言ってる意味わかんないけど、夢じゃん、夢じゃん。あれの感じが大好きで、で、今回も、来月に DVD で出る、マルホランドドライブっていう映画を見たんですよ。これがもう、本当に面白くて、ただ横で見せた神さんは気持ち悪いだけだと、なんだか、いや、その気持ち悪さも、ぐじょぐじょが出て気持ち悪いんじゃないの、なんか、行きそうで行かないから、なんかこう、なんか誰だかわかんない人いっぱい出てくるし気持ち悪いみたいなんですけど、俺は、それも含めて、変な感じがするから、OK っていう、まだエロについてわかんなかった小学校の1年ぐらいの時に、急におちんちんが反応し出すと、うわー、なんだろうって思ったことある。俺はある。で、そういう感じの感じがする映画で好きなんですよ。で、僕にしてみるとやっぱデビッド・リンチは頑張って、全部の映画をもうデビッド・リンチに撮ってもらいたい。トラさんとかも。トラさんとかもデビッド・リンチにリメイクしてほしいんですよ。だからなんかわかんないけど、トラさんって必ず頭で単純な夢見て入るじゃないですか。なんか自分が昔の葛飾北斎になってる夢とか、なんか左甚五郎になってる夢みたいなのこうやって見て、必ずそうやってね、そしたらそこのいい感じの時代劇の途中に、ボールが頭に、草野球のボールが当たって、あ、俺土手で寝てたんだみたいなシーンあるんじゃないですか。あれだって今ベタでしょ？ベタで、僕は別に好きでも嫌いでもないぐらいですけど、あそこにずーっと奥の方の窓から見てる老人が一人ずーっといてくれれば、なんだろうあれ、いつ出てくんだろうと思って、しばらくストーリーやってって、2時間の映画の1時間50分ぐらいの時に窓ガラスをバン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 って叩くやつがいて、あいつだなんだかわかんないけどあいつだみたいのが、入ってくるとトラさん深くなる。笑いとかじゃなくて、なんかわかんないんだけど、たまにトラさんの妹の桜がくらってくると、真っ赤な海の真ん中にこうある、真っ黄色の島があって、その上で、なんか、ファイアーダンスを踊っている、ものすげえ胸のでかい女とかが、ボワーって火吹いたりしてるやつが出て、でも、タコ社長のとこ行ってくるわ、とか必ずなると、もうなんかすごい、なんか、桜をなんか考えてるって、そんな触れなくていいです。そんなことは触れなくていいです。番組、その、なんか、トラジロー、アジサイの恋の中で、3回ぐらいそんなことがあってくれれば、あとなんかわかんないけども、タコ社長のとこに行くと、タコ社長のところの、こう、いろんな印刷の機械の中に、一個だけ、鉄でできた大きなドクロの目から蛇が出たり引っ込んだり、出たり引っ込んだりしている機械があって、機械の調子が悪いんだよ、トラさんって。それはそうとさ、っていう。あれ、何する機械なんだろう、みたいな。あと、突然、ものすごい、こう、帝釈天の門の前のところから、グーン、グーン、反射がガン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 ってなりながら、トラヤに向かってものすごいスピードでアップになってくカメラとか出るけど、別に普通になんか来たんじゃないの、今なんか来たんじゃないのみたいな、そういうのにすればトラさんとめちゃくちゃ面白くなると思うんですよ。なんか浦島太郎だって全然普通にいけると思いますよ。桃太郎みたいな話でも、なんか、一匹だけ見たことない動物の手だけ出て、字幕に君団子をくれ。すごいエコーでね。ね、なんか、くれは何？英語でくれは何？君団子をくれは英語で何？あ、please, 君団子、please.君団子、プリーズ、君団子、で誰もいないの、これもう、あの動物いないじゃんみたいなところに普通に猿来るからね。猿来て、犬来て、キジ来る前にそいつ来て、キジ来て、猿来てったら、ものすごい量の猿がブワーって言うので、お前次だなみたいなことで、もう大事ってくれればいいんですよ。僕の中では。意味わかんねえ、きびだん、桃太郎とかがやっぱ出ないと、すごい怖い。なんか最初、桃太郎で最後、桃太郎がすごいなんか、いろんな宝とかを、その鬼ヶ島からやっとかって持って帰ってきて、おじいさんおばあさんがこうやって待ってるところに、で、引きの絵ですよ。
左の方から桃太郎と、こう、友の人がいっぱい、メガネドラッグのコマーシャルみたいに、メガネはかけてないバージョンね。あ、でも、デビッド・リンチだから一瞬メガネかけててもいいかな。なんでかけてんだろうっていう。まあまあ、それで、桃太郎がこうやってこう引いてくる。で、右の方からおばあさんだけずーっと寄ってくる、ずーっと寄ってくる絵があって、で、そしたら、いきなりカメラの前のところに、パーって、ものすごいどぎついメイクした丸坊主の女が出てきて、フィン。フィン。みたいな、お、誰誰誰今の誰みたいな。そういうやつにしていけば、僕はデビッド・リンチ作品はまたどんどん増えていくと思うんですよ。しかも、だからパソコンソフトで作れないかね。デビッド・リンチメーカーみたいの。普通の映画なんだけど入れると、こう適当なデビッド・リンチっぽい映画必ず途中にこう出てくるわけですよ。ならまあ、その時にはもちろん、前の話も蒸し返して悪いですけど、リプトンの紅茶のコマーシャルのあの女も当然出てもらいますけども、やっぱそうですよ。これから何でもできますもん。だって、フォトショップとかだってさ、なんかこうさ、いろんな別売りのソフトとかでさ、ピカソ風にしたりとかさ、昔はそのできなかったモザイクアート風にしたりとかさ、そういうのとかもできるわけじゃないですか。だからもうこれからは映画を丸ごとそのやつに入れると、どんなに普通のアンパンマンなんだけど、アンパンマンがジャムおじさんがかのアンパンをちぎるときに、本当に一瞬だけ、あっていう。あのアンパンマンはじゃあ笑ってるままなんだけど、はぁーっていうすごい薄い声で、なんかこう、顔を分けてあげるよってちぎろうとするところに、はぁーって入ってる。今聞こえたよな、あれ。みたいなこととか。あと、何十回に一回だけ顔をガリってこうやってむしると、髪の毛バサーって出るのが、カット入るとかに多分できると思うんです。そういうソフトを出していって、これからやっぱりみんなもうちょっとデビッド・リンチを押していきたい。もう少しそのデビッド・リンチを継ぐものがいっぱい出てくれると、もちろん外れた時はすごいよ。外れた時の孤独感とかすごいけどね。ああ、俺すっげえ置いてかれてるっていう。だって今はその別に自分の見方すれば映画なんかいいじゃんってことで、こうやって人に勧めながらもおそらくつまんないですって言われても何とも思わなくなってるけど、昔まだ高校生ぐらいでさ、あの手のよくわからないけど、評判の映画とかにさ、行った時にさ、もう周りの奴らとかがさ、こうちょっと涙ぐんでたりするんだけどさ、俺だけ猛烈置いてかれてることってあってさ、俺、正直言って2001年宇宙の旅とかを、中1か中2の時かな、見に行って、横にいた奴が大絶賛だったんだけど、意味とか、全然わかんなくて、でもなんかこう、それがわかんないとかっこ悪いみたいな、わかんないんだ、みたいなことを言うから、もう怖くてしょうがないから、よかったよね、モノリスっていう板がさ、要するに神っていう捉え方あるよね、とかって言った時にそいつが乗ってこない時あるでしょ。神？まあ神ってのは僕の解釈だけど、僕の解釈だけれども、なんつうのかな、宇宙の意志みたいなことで、向こうがそうしょうみたいな話に盛り上がって、それでそいつにさ、またさ、ずっと仲いいからさ、20年ぐらい経ってるわけですよ、もう。だって話聞くと、あの時俺もわかんなかったみたいな、そういうこともありますから、なんとも言えないんですけど、一応今僕の中ではやっぱりね、マルホランドドライブ多分ね、来月ぐらい DVD 出るんですけど、見てない人はね、見て大公開する可能性大ですわ。難しいところなんですよ。すごく、要するに絶対に変だらしい、モンスターズインク進めるでしょ。それで見るじゃないですか。つまんねえって言われたところで、それはお前の心が汚れてるっていうことで終われるんですけども、なんか変につぶっちゃってとかっていうのでいけるんですけど、これに関してはグーの根も出ないようなとこあるんで、見ても見なくてもいいですけど、僕は最近はそれブームですね。